ハローロックン、お元気ですか？アウディスコレクションミュージアムの中村です。いつもありがとうございます。今回もですね、沢田研二さん、ジュリーのビデオを紹介していきたいと思います。今回ご紹介するビデオというのは、こちらです。セイント・イン・ザ・ナイト。これはね、1992年の、2月22日、東京渋谷の NHK ホールで行われた、ライブの、ビデオですね。このね、セイント・イン・ザ・ナイトというのは、その前の年、1991年の12月に、CD が出ましてね、企画版ジャズのアルバムなんですよ。ジャズの曲を集めた、CD なんですけど、これね、プロデュースは吉田健さん。当時ジャズマスターやってましたからね。で、それで、まあ、ジャズのスタンダードナンバーを、ジュリーが歌うというね、企画版ですよね。それで作った CD があって、それのライブということで、その出た翌年1月に、東名阪で東京、名古屋、大阪で行われたんですよ。そして、まあ、好評だったんで、アンコール公演みたいな形で NHK ホールで翌月2月の22日に、もう一回ということでやったんですね。それの、ビデオなんです。そして、これはまあ、ジャズですからね、オーケストラ、フルオーケストラ、指揮はね、服部隆之さん、服部良一さんのお孫さんですよね。で、お父さんが服部克久さん、ね、お父さんのね、服部克久さんとはジュリー、やっぱり NHK ホールで、ハムレットの時やってますよね。もう親子2代で、やってるというね、すごいですよね。うん、そしてこれ、実はね、後に、DVD になります。こちら。これはね、自分はね、最初知らなかったんですよ。で、その、だいぶ経ってから DVD になったんですよね。で、まあもう VHS で持ってるから、いいやと思ってたんですよ。で、だいぶ経ってから、なんか、ネットで見たのかな、なんか言ったら、収録の、あれが、曲数がね、違うっていうことをね、気づきまして。と思ってね、で、買い直したわけなんですけども。まあ、ちょこちょこっとね、実はね、VHS と DVD は違うとこ結構あるんですよ。まずはね、中身ですね、中。VHS は、こういう、あれが入ってて、DVD にもこういう同じようなのが入ってるんですけど、中開けると、VHS の方はこういうなって見開きで入ってます。これビデオの方ね。そして、DVD ですが、 DVD の方は表紙は全く同じなんですが、これだけ、DVD はこれだけ。そして、パッケージですけども、一見同じでしょ？一見同じ。なんだけど、このね、名前のとこは、こっちは賢治様だった。そして DVD の方は、沢田賢治となってる。ね、このちょこっとした細かいことなんですけどね。実はそういうところが気になっちゃったりするんですよ。でね、肝心の中身なんですけども、自分はね、ずっと、同じだとばっかり思ってたんですけども、実は違ってですね、こっちはね、コンプリートバージョン。完全版ってやつですよね。で、こっちはだから、完全版ではない。ちょっとショートというか、何曲かカットされてる。そこら辺でね、差があります。ちょっとね、何がカットされてるのかっていうのをね、検証していきたいと思うんですけども、頭からじゃあ検証していきましょうね。頭一曲目から、誰かが僕を見つめてる、そっから1、2、3、4、5、6曲目、次のデート、ここまではね、ビデオも DVD も一緒です。7曲目、 VHS の方ではアマポーラが入ってるんですけども、こちらの DVD ではですね、ジェラシーが濡れていく、これが入ってるんですよ。これの
普通のやつはロックバージョンでかっこいいですよね。ビデオには入ってないということですね、うん、そして、次のアマポーラがあって、あなたにはかなわないがあって、その次がね、また思い出を作るために愛するのではない、これラブ抱きしめたいに入ってた曲ですよね。これが、DVD には入ってるんですけど、VHS には入ってない。それでね、次なんですけどもね、 DVD でと愛してからでは遅いよっていうのが入ってるんですね。ところがそのこっちのね VHS の方では、この愛してからでは遅いよっていうのは一番最後になってロールテロップが流れるじゃないですか。そのロールテロップの時で流れるんですよ、VHS は。 DVD では最後のロールテロップの時には無音です、うん、そこら辺もねちょっと編集上というかちょっと変わってますよね。次が、バラの行方ですか、そして DVD の方はね、胸いっぱいの悲しみ、そして愛の逃亡者、このシングルの2曲これもやってます。天使になれない、これは両方入ってて、で、次の Don't be afraid to love、 これがね、DVD には入ってる、VHS には入ってない、そして、紅茶天国があって、夜の聖者があって、ビデオの方はねこれでもう本編が最後っていうか、明日のエデンで終わるんですけども、 DVD ではねもう一曲、マイラブ、これねジュリーの一番最初のアルバム、要するにタイガース時代ですよ。タイガース時代に出したジュリーっていうタイトルのレコードがあるんですけども、その中の一曲マイラブっていう、これをやってるんですよ。これ初めてじゃないかな多分、ジュリー版なんですよね。だからそこでやってるのってのは本当に貴重だと思います、うん、まあどっからこの曲をね選曲してきたんだろうってかね、持ってきたんだろうっていうのはね、すごい気になりますよね、誰が持ってきたんだろうみたいなね、そんな感じで、それで本編は終わり。そして、アンコール、アンコールもですね、VHS テープだと1曲だけ、ロータスの子守歌ね、一番最初に歌われた、それが入ってるんですけども、 DVD の方ではその前の、2曲、スワラに星を散りばめてと、シンプルな永遠、この2曲が入ってる。だから全部で、VHS だとエンディングのロール曲まで入れれば15曲、で DVD だと実に23曲入ってます。だからそういうだから8曲も差があるのかな、それであと金額なんですけども、この VHS が出た時っていうのは、まだちょっと高かったんですよね。1万2000円でした。そして、後々こう DVD 出た時、この DVD の定価がなんと半額6000円、だからなのに、曲数も多いというね、お得感がある、DVD になりました。セイントインザナイト、企画版でしたけれども、まあその時でしかやってないというスペシャルライブですよね。でまあ、演奏の方もねジャズマスターではなくて、まあ、フルオーケストラですよね、普段聴けない、沢田さんを、見れますんで、ぜひぜひこちらの方も聞いてみていただければと思います。ということで今回はセイントインザナイト、こちらの方をご紹介いたしました。またよかったら見てください。いつもありがとうね。